さて、5日ぶりの投稿になりますな。まあ、ちょっといろいろ環境をね、まあ、慣れるために、結構、試してました、いろいろと。はい。まあ、ドローンは 5M で買えるフライトディフェンダーを買って、基本は凍結サプレッションロックダウンのチップを積んでます。はい。まあ、au がね、あればね、もっといろいろできるんだけど、au ないんでね。はい。まあ、じゃあバトル行きますか。本当はね、ドローンとかも、なんだっけ、なんか6個8個ぐらいなんかソケットついてるやつとかもあるんですけどね、ああいうのも使ってみたいけど、まあ一応今んとここの T2 のやつでもまあ十分使えてるかなと。まあ逆にその8個とかのやつやったらね、多分セルの消費が半端じゃないことになるから、多分1機出すのにどんぐらいだろうね、まあ30セル40セルぐらいか、多分使うんじゃないかな。1回のまあ、アドリペとかフェーズシフトぐらいのね、セルを使っちゃうって考えると、それが5機あったらね、言ったら今までのセル消費よりもさらに5回フェーズシフトとかアドリペを多く使ってるセル消費と同じことになるんで、まあ、ちょっと厳しいのかなと、思います。で、最近はね、まあ、またちょっと、リーグ的、あれ？敵が一人抜けた。リーグ的にね、ちょっときついんですよね、今。また、リーグポイントがちょっと高くなってきちゃったんで、マッチがね、ちょっとね。マッチって炭酸飲料じゃないですからね。うん。あと、近藤正彦だっけ？ジャニーズのマッチでもないからな。あ、うぜ。いてて。でも、ほんと、リーチとか、あ、リーチじゃないわ。パンテオン増えたよね。あれ、なんで取り返されてんの？え？アレスめっちゃ増えた。アレスね、近づくとね、めっちゃ逃げるからね。楽に狩れる。で、溜まった頃にまた自分で近づいてくるからね。よいしょ。はいはいはい。止まっててくださいねーと。ほら、ね、自分で近づいてくるでしょ？で、溜まったっつって、こうやって調子乗って近づいてくるでしょ？で、その頃にはこっちも溜まってるんだぞと。で、止まっときなさいと。で、あとは勝手に死んでくださいっていう。はい、お疲れさんと。アレスとかね、ハデス、ネメシスみたいな、ああいうのはね、結構難しいからね、使うの。ピーキーだから。強いんだけど、みたいなね。強いんだけど、その癖がやっぱあるから。よいしょ。うわー。このバグね、ほんとね、今このブリッツに、チップ、凍結とかのチップつけるの、あ、やべえ、EB コン、D 見てなかった。チップつけるの、ほんとにね、流行ってるというか、シュレッダーか、基本的な、そのシュレッダーにね、つけるのがほんとに強いんだよね。なんかバグらしいですけどね、言ったらシュレッダーが、そのチップの恩恵を受けやすいみたいな。なんかバグですげえ溜まるみたいなのを聞いて、だからそれ以降使ってないですね、チップは。つけてないです。シュレッダーにはね。あとは、D はこれで取り返せるかな？入ってくるか。やられちゃうね、これだと。よし。あとは任せろ。OK。さあ、そして EB コンが危ないので、ここで出ていきましょうね、と。いてててててて、なになになに、この野郎許さん。ブリッツか。ブリッツほんと多いな。よし。ちょっと、かぶりすぎだな。場所がかぶりすぎだな。おら。あ、ちょっと耐えてるから。やめよう。2、1、ほいっと。あっち取られたらまずいんでね。さあ、援護に行きますよ。よいしょ。と思ったけど、アーサー出てきたな。これはいかん。アーサーが出てきたらいかん。よいしょ。アーサーは倒しちゃおう。ほい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 。
よし、その間に取ってくれ。ナイス。これ純もねバグなんだよね。めっちゃ今火力高いでしょ、純のあれバグなんですよね。なんかヒット数が2倍ぐらいになってるらしいですよ。あれどこに行った純、見えないんだが、いた。だから実質理論上2倍ぐらいダメージが出るみたいな。なんでビーコンに入ってくんないの、飛べないじゃん。もう勝ったからいいけど、今のもそうだよね。あのタイタンが、僕が今ミンで降りてビーコン入ったじゃないですか。それってもう緊急というか、その危ないから踏んでるだけであって、本当は飛んでる方がミン火力出るじゃないですか。で奥のねやつやれるのに、あの今かけつ湧いたところ、なんだあのビーコン内に入んなかったでしょ、青順が後ろから打ってたでしょ。いやそこを役目を交代してもらわないと、もうラススタンまで入れたんだからっていうところですよね。うん、あの味方を生かすのも殺すのも自分次第だし、うん、こっちが味方をこう生かす動きをしても、味方が自分を生かす動きをしてくれないと、まあ普通にきついっすよね。はい、まあそんな感じで、まあデュオだったのか。はい、まあ210万4キル5ビーコンということでなんかあれですねあんまり仕事してないですね、味方がまあそうですね、役割を、各機体の役割をちゃんとあの考えて、あとはそのポジションとかもそうだけど、あ、代わりにビーコンを入ってあげて飛んでもらって火力を出そうと。だって明らかに青順より青民の方が火力出るじゃないですか、味方の援護いけるじゃないですか、対岸とかの。だったら俺がビーコンの中に入って民飛んでいいよとかっていうのをやってあげるっていう、ね、そういうのが大事かなっていうとこですね。自分の機体が生き残るのもそうなんだけど、だってあんなラスしたレベル1のやつにもう負けないじゃん、どう考えても。だからそういうところをまあ考えながらね、味方を生かしてあげる動きがみんなでできればいいんじゃないかというところで、今回の動画は終わりにしたいと思います。じゃあ高評価、チャンネル登録お願いします。またねー。